現、防学層周辺の約220メートル四方を写した航空写真。1976年度撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成長大な蜂の巣、全長4.1メートル防学層は、長野県上稲郡中川村にある宿泊施設である。中川村により設置された、客室数十九室。 宿泊定員102人の宿泊施設であり、大浴場である展望風呂には、天然鉱石の光明石を用いた人工温泉が供されており、日帰り入浴も可能となっている。施設は天竜川砂岩の貸し段球場に立地しており、敷地内や大浴場と、発出ある和室からは、中央アルプスを一望できる。宿泊プランは、地元の名物料理を、夕食で提供するプランや、 村内にある、15円の無料入園券がセットになった、プランなどが用意されている。中川村触れ合い観光施設条例に基づいて、住民福祉工場と観光振興のために、村が設置している宿泊施設であり、管理、運営は指定管理者制度に基づいて、村が出資している、第三セクターの中川観光開発株式会社が行っている。 開業は1976年。かつて存在した南向小学校の跡地を利用しており、敷地内には小学校時代に植えられた桜の木もあり、1992年に建設された現在の建物は鉄骨鉄筋コンクリート造りの地上を2階建てである。八博物館は望学層の館内にある八をテーマにした博物館であり、 中川村在住の蜂研究家が、黄色スズメバチの習性を利用して作った、様々な蜂の巣などを展示している。中川村触れ合い観光施設条例、中川村、広報中川ナンバー33520064月号2006年4月15日、13ページ。防学層中川村桜情報防学層の、詳細情報やドサーチ、ルルブドットコム、中川村 HP。 中川村商工会 HP ハット JA、上稲 HP 銀河ドーム HP 中川は、緻密工房 HP 新州稲谷中川村米沢、酒造株式会社の手作りの酒今二式。ありがとうございます。